アフガニスタンで負傷し、授与された兵士。パープルハート賞は、アメリカ合衆国の戦勝賞。日本語では名誉負傷賞、名誉戦勝賞、名誉戦死傷賞などとも訳される。戦闘を含む、作戦行動によって死傷した、アメリカ合衆国全軍の兵士に対して与えられる。マナーとエル・エベ・ール少佐と共に戦死した、潜水艦グラニオンの乗組員など、 生死不明になった場合にも授与されることがある。気象は幅一さん、8インチのハート型で、表面は紫色で金色の縁取りがされ、中心にはワシントンの胸像レリーフが配置され、紐の部分はワシントンの後頭部アームズとなっている。そして、裏面は制度地金にフォーミリタリーメリットの文字が彫られている。樹は幅一さん、8インチで紫色。 両端に位置、8インチ幅の白線。バッジオブミリタリーメリットパープルハートショーの前身は、ジョージ・ワシントンによって、アメリカ独立戦争中の1782年に制定された、バッジオブミリタリーメリットである。このショーは、紫色で、ハート型の普遍だった。しかし、このショーは終戦に伴い運用されなくなった。1932年、 ジョージ・ワシントン生誕200周年を記念して、大統領命令により当時の陸軍参謀総長、ダグラス・マッカーサーが、パープルハート賞の名称で復活させた。そして、同日発行の陸軍賞通達により、1917年4月以降に、功労勘定を受けた者及び戦勝訴で賞の、着用を許可された者も、同賞の授与対象とされた。 このことにより、マッカーサー自身も第一次世界大戦時の戦勝に対して同章が授与された。第二次世界大戦中、アメリカ軍は日本本土決戦において生じるであろう、死傷者数を推定して50万個のパープルハート章を製造したが、ポツダム宣言受諾によって本土決戦はなくなり、量産されたパープルハート章は戦後長い間残っていた。 2003年時点でも、総数12万個ほどあり、そこをついたのは2010年頃である。パープルハート商補化を授与される、ジェシカ・リンチ、アーニューパープルハーツ・ビーイング・マニュファクチャード・ツー・ミート・ザ・デマンド、ヒストリー・ニュース・ネットワーク、2015年4月10日、閲覧。ありがとうございます。